ミルク色の夜明け見えてくるまっすぐな道忘れないよこの道をパトラッシュと歩いた空に続く道をぬれっとおばさんの引っ越しの日がやってきました。おいぬろぬろよジョルジュ、ポール、おはよう。ぬろ、おじいさんはどうしたんだい。どうしたんだ。まさか病気でもしてるんじゃないだろうな。うん、今日は隣のぬれっとおばさんの引っ越しなんだ。それで残って手伝ってるんだよ。そっか。引っ越しってぬれっとおばさんどっか行っちゃうのか。行っちゃうのか。うん、この頃神経痛がひどくなったんでミレーヌ姉さんと一緒に暮らすことになったんだ。じゃあね。僕も牛乳を届けたら早く帰って手伝わなくちゃいけないから。兄ちゃん、ネロ寂しそうだね。うん、あのおばさんはネロにとっちゃお母さんみたいなもんだもんな。おい、ポール、引っ越しの手伝いに行くか。うん、行こう。ミレーヌ、忘れ物がないようにしておくれよ。どんなものでも私にとっちゃ思い出のある品なんだからね。はいはい、分かってますよ。お母さん心配しないで。あ、おじいさん、ちょっとそれをちょうだいな。これは私が自分で持っていくよ。あの人の大事な形見だからね。はあ、やだやだ、引っ越しなんて。私は死ぬまでこの村から離れたくなかったのに。なあに、娘さんのところで少し楽をすれば体もすぐ良くなる。そうしたらいつでも遊びに来れるじゃないか。そうだそうだね、おじいさん、来たくなったら飛んでくるからね。はい、とも、ネロと一緒に待っているからな。おばさん、おい、あんたたち。おばさん、引っ越しの手伝いに来たよ。ありがとうよ。それ、ポール。あ、おっとっとっと。姉さん、運ぶ荷物はどこにあるの？あなたたちは？ネロのお友達が引っ越しの手伝いに来てくれたんだよ。そう、そりゃありがとうよ。でもこれでもうおしまいなんだよ。なんだ、がっかりだな。まあいいや、それだけでも運ばせてよ。そう、じゃあお願いしますよ。はい、おじいさん。ああ。ネロはいいお友達がいること。ネロはまだ帰らないのかね。おばさんが行ってしまうと、クロもいなくなるし、パトラッシュも寂しくなるね。さあ、これでも全部積み終わったな。忘れ物は本当にないだろうね、ミレーヌ。お前もう一度中を見てきておくれよ。はいはい、お母さん。あ、おばさん、アヒルが残ってるよ。
そうだ、アヒルたちを忘れてかわいそうだよ。ポール！あ！おばさん、クロが見つからないよ。クロがどこ行ったのかね、クロは。クロ、俺たち探してきてやるよ。クロったらどこ行っちまったんだろうね、あの子。ねえクロード、あんたも探しておくれよ。やれやれ、世話の焼けるアヒルだな。クロったらあの子を一人残していくわけにはいかないよ。あれ、クロじゃないか、どこへ行くんだ。変だな、今頃クロのやつ一体どこへ行くんだろう。ねえクロ、おばさんにあんまり心配かけるんじゃないよ。やっぱりここか。え？いや、クロが見つかんないし、で探してたらアンドレがこっちに来たって言うもんだから。きっとクロはネロを迎えに行ったんだって僕兄ちゃんに言ったんだ。そうか、ありがとうよクロ。さ、おばさんが心配してるから早く帰ろう。クロもいいとこあるで。いいとこあるで。ミレーヌ、そろそろ出発しないと途中で暗くなってしまうよ。お母さん、クロは見つかったらネロに預かってもらって、また今度クロードに連れてきてもらいましょうよ。ヌレットばあさん、そうした方がいい。途中、夜風に当たったんじゃ病気に触るからな。ね、そうしましょう。でも、まだネロが帰ってこないし。お、帰ってきた。あ、ネロ。おばさん。おや、クロ、お前は。うん。僕とパトラッシュを迎えに来てくれたんだ。そうかい、クロが迎えに行ってたのかい。そうかい、そうかい。クロ、さようなら。はい。クロや、元気でね。ネロ、クロをよろしく頼むよ。え？だって。クロはネロとパトラッシュがよっぽど好きなんだよ。私は向こうへ行ったら孫が二人もいるんだ。クロの面倒もよく見られなくなっちゃうよ。おばさん。それにクロだってやっぱり住み慣れたところが一番いいのさ。本当私だって行きたくないんだからね。お母さん、ネロもらってくれるかい。うん、僕うんと可愛がるよ。ありがとうよ。これで安心していけるよ。ネロ、おじいさんのためにも体に気をつけて頑張るんだよ。うん、おばさま、早く良くなってね。それから何か困った時には手紙を送れ。うん。それから。おばさん、さようなら。クリスマスにはきっと来るからね。うん、楽しみにしてるよ。
行っちゃったか。行っちゃったか。行っちゃったんだろう。その傷はネロとアロアの背の高さだよ。クロ。寂しいんだね、クロ。おばさん、病気が治ればすぐ遊びに来てくれるよ。残してってくれたんだ。可愛がってあげようね。あ、おやすみ、クロ。町まで連れて行くわけにはいかんしな。お前が言い聞かせて小屋で待たせておきなさい。うん、じゃあそうする。さあクロ、おいで。すぐ帰ってくるからここでおとなしく待ってるんだよ。どうした？おとなしくしているかな？うん。いつもおばさんがいたときには、あんなに騒いでおばさんを困らせていたのにね。うん。よっぽどヌレットばあさんに甘えていたんだな。よーし、頑張って早いとこ帰ってきてやるか。うん。今日は仕事が終わったら、俺たちと遊ばないか？遊ばないか？うん。でも今日はダメなんだ。どうして？ヌレットおばさんが言っちゃったから、ネロを励まそうと思ったのに。思ったのに。ありがとう。でも今日はクロ一人置いてきたんで、早く帰ってやらないと。あ、そっか、クロか。そっか、クロか。それなら簡単だよ。俺たち先に行って、クロのお守りをして待ってるからさ。え、ほんと？クロもきっと喜ぶよ。よし、決まった。行くぞ、ポール。あ、パトラッシュ、早く帰ってこいよ。あのばあさん、こんな汚い小屋、取り壊していきゃいいもの。うるさい！あっち行くんだ！
どうしたんだ、クロー。元気ないな。元気ないな。そっか、あいつに小屋を壊されたのか。おじさん、なんだって小屋を壊しちゃうんだ。お前は、ネロの仲間のワルドムか。こんな汚いものをこのままにしておけるか。だって、クロがかわいそうじゃないか。かわいそうじゃないか。こんな小屋があっちゃ、新しい借り手がつかんよ。だったら、新しい人が見つかったら、その時壊せばいいじゃないか。そうかい。それじゃお前たち、それまで家賃を払うっていうのかね。家賃を？そうさ。どうしてもこの小屋にアヒルを住ましたいんなら、家賃を払うのが当たり前だろ。ごめんな、ネロ。俺たちも止められなかったんだよ。家賃払うかなんて言われちまったんだもんな。ネロ。ネロ。クロに新しい小屋を作っておやり。え、新しい小屋を？ああ。向こうの小屋のガラクタを出してしまえばなんとか住める。水浴びする水はないが、運河に時々連れてってやればいいだろう。うん。よし、俺たちも手伝うぜ。手伝うぜ。はい。これはなんだ？何、兄ちゃん。会社面白そうだね。兄ちゃん、僕も乗せて。おお、懐かしいものが出てきたな。ネロが小さい時よく乗って遊んでたよ。アロアと代わりバンコに乗ってな。え、僕がアロアと一緒に？ああ、アロアがもっと乗ってるんだってダダをこねたりしてな。うん、おいネロ、早く黒の小屋を作って風車のお金詰めろぜ。うん。兄ちゃん
アルアが帰ってくるって話知ってる？え？アルアが？あ、行けない。行っちゃいけなかったんだ。アンドレ、アルアが帰ってくるって本当なの？うん。いつ帰ってくるの？それは、よく知らないんだ。でも、近いうちに帰ってくるって話は、昨日父ちゃんと母ちゃんが知ってたもの。アロアが帰ってくるんだ。どうした？何かあったのか？何かあったのか？うん。アロアが帰ってくるらしいんだ。え？本当か？本当か？うん。今、アンドレが教えてくれたんだ。へぇ。アンドレ、お前もいいとこあるな。いいとこあるな。ありがとう、アンドレ。よかったな、ネロ。よかったな、ネロ。うん。どうした、ネロ。アロアが帰ってくるんだよ。え、アロアが？本当か、それは。うん、いつだかわかんないけれど近いうちらしいんだ。そうか、よかったな、ネロ。うん、パトラッシュ、クロー、アロアが帰ってくるんだよ。そうだ、クロー、ご飯をあげるからね。ネロはアロアが帰ってくるというアンドレの言葉に胸弾ませて、なかなか寝つくことができませんでした。イギリスから帰ってくることを知ったネロはアントワープの港まで出迎えに行きます。けれど、港に着いたイギリスからの船の中にアロアの姿を見つけることができませんでした。そればかりでなく、船員が持ってきた一通の手紙を読んで悲しみに沈んだコゼス旦那とエリーナ奥さんの姿があったのです。一体アロアはどうしたのでしょう。次回、フランダースの犬、おかえりアロア、お楽しみにね。パトラッシュ、僕の友達、僕の一緒に歩こう。僕の友達、僕の